今日はハンバーグを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ハンバーグを作っていきたいと思います。王道のね、定番レシピだと思うんですが、ハンバーグをふっくら柔らかい仕上がりにする方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにハンバーグの肉ダネの材料をご紹介します。材料はこちらです。豚と牛の合いびき肉、パン粉、牛乳、玉ねぎ、卵、マヨネーズ、お砂糖、味噌、おろしにんにく、塩コショウ、そして焼くときにサラダ油を使います。まずですね、今回ハンバーグの肉ダネの中にマヨネーズを加えていきます。このマヨネーズを加えていただくと、お肉がとても柔らかくてふっくらとした仕上がりになります。そして味付けのポイントなんですが、今回はお砂糖とあとは味噌を加えていきます。砂糖と味噌を加えるとコクがアップしてとても美味しいハンバーグに仕上がります。ちなみに今回使用している味噌は合わせ味噌になります。こちらはね、お好みの味噌を使っていただいてもいいんですが、おすすめは合わせ味噌になります。ただですね、白味噌は少し甘めになるので、白味噌以外のものを使っていただくといいかなと思います。それでは続いてソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。ケチャップ、ウスターソース、お水、お砂糖、有塩バター、こちらの材料で作っていきます。ソースの材料はね、とてもシンプルな材料だけで作っていきます。バターを加えていただくことでコクが出てまろやかなソースに仕上がります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめに玉ねぎをみじん切りにしてください。切り方はね、切りやすい方法で切っていただいて OK です。では切っていきます。お肉と馴染みやすいようにできるだけね、細かめのみじん切りにしてください。はい、このようにみじん切りにします。そしたら耐熱のボウルの中に玉ねぎを入れてください。そしてふんわりラップをして空気の出入り口を1箇所作ります。そしてこちらをこのまま電子レンジ 600W で1分加熱してください。はい、1分加熱しました。そしたらラップを外します。そして玉ねぎをこのように全体に広げて、そして粗熱を取ってしっかり冷ましてください。それでは続いてパン粉を牛乳で浸していきます。この中に牛乳を入れましょう。このようにね、パン粉をふやかしておくことでお肉との馴染みが良くなります。はい、パン粉はですね、このように使うまでふやかしておいてください。それでは続いて肉ダネを作ります。まずボウルにひき肉を入れてください。そしてひき肉にまずお砂糖を加えます。そしてこの状態で一度しっかり揉み込んでください。このようにお砂糖をね、一番初めに加えて揉み込むことでお肉にね、しっかりお砂糖を入れることができます。これを他の調味料と一緒に入れてしまうと、砂糖がね、なかなかお肉の中に入っていかないので、必ず一番初めに加えて揉み込むようにしてください。はい、これでね、お砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。そうしましたら続いて塩コショウですね。こちらを振ってもう一度しっかりね、こねてください。少しね、こう粘り気が出るイメージですね。そのぐらいまでしっかりこねていきます。最初にね、このようにしっかりこねていくことでお肉がとてもジューシーな仕上がりになります。はい、このぐらいですね、しっかりこねてください。そうしましたら続いてここに卵を割り入れます。あとは先ほどふやかしておいたパン粉、続いてマヨネーズ、そしてお味噌、あとはおろしにんにく、こちらの材料を加えてしっかりとこねてください。この時に玉ねぎも一緒に入れてしまうと玉ねぎから水分が出てきてしまいます。なので玉ねぎはね、後から加えるようにしてください。ここではね、しっかりこねましょう。はい、このようにきちんとムラがないようにこねてください。それでは続いてこちら、しっかり冷めた玉ねぎを加えます。この時玉ねぎが温かいとお肉に火が通ってしまいますので、必ず冷ましてから加えるようにしてください。そしてこちらをふんわり混ぜていきます。
はい、肉ダネはこれで OK です。そしたらですね、こちらを大体3等分に分けていきます。まあ、こちらの大きさはね、お好みの大きさにしていただいて OK です。それではね、手に薄くサラダ油を塗ってください。そうするとね、手に肉ダネがくっつきにくくなります。そしたらですね、一かけら取っていただいて、まずお肉の空気を抜きます。空気が入った状態で焼いてしまうとひび割れの原因になるので、しっかり空気は抜いてください。空気を抜いたら、あとはね、形を整えていきます。はい、こんな感じ。仕上げたい大きさよりも少し大きめにしてください。焼くとね、ちょっと縮むのでね、気持ち大きめに作っていただくといいかなと思います。こんな感じです。それでは残りも同じように形作っていきます。はい、このように3つ作ってください。それでは今からこちらのハンバーグを焼いていきます。それではね、焼いていきます。まずフライパンに油を敷きます。ペーパーなどで油を伸ばしてください。そしたら火にかけます。火加減は中火です。火にかけたらハンバーグをもう一度ね、形を整えて、そしてフライパンに置きます。フライパンに置いたら、この中央部分をへこませてください。そうするとね、火の通りが良くなります。では残りもね、同じように置いていきます。またへこませます。そしてこのまままず焼き色をつけていきます。火加減は弱めの中火ぐらいです。はい、今ね2分ほど焼きました。焼き色をチェックします。これでいい感じに焼き色がついてたら裏返してください。よいしょ、美味しそうですね。こちら側も裏返します。そして片面も同じように弱めの中火ぐらいでまず焼き色をつけていきます。今ね、裏返してからだいたい1分半ぐらい経った状態です。一度焼き色をチェックして、片面もね、いい焼き色がつけば OK です。そしたら火加減は弱火にします。そしてここにお水を入れます。だいたいですね、大さじ2杯ぐらいのお水を入れてください。そして蓋をします。そしたらこのままですね、しっかりハンバーグに火が通るまでだいたい8分から9分ほどじっくり蒸し焼きしていきます。ハンバーグの大きさによってはね、10分12分かかるものもありますので、こちらは様子を見ながら調整してください。はい、今ね9分ほど経ちました。蓋を開けます。このようにね、ふっくら美味しそうに仕上がってます。そしたら竹串を刺して、そして溢れ出てきた肉汁が透明になってれば OK です。そしたら火を止めてハンバーグを取り出します。このようにね、透明な肉汁が出てくれば OK です。そうしましたら最後、このままソースを仕上げていきます。ここにお水、そしてケチャップ、あとはウスターソースと、そしてお砂糖を加えます。これで一度火にかけましょう。火加減は中火です。このように混ぜながら一度沸騰させてください。はい、くつくつ沸騰しました。そしたらこのまま30秒ほど一煮立ちさせてください。はい、そして30秒ほど経ったら最後にバターを入れます。そして混ぜましょう。はい、でこれでバターが完全に溶ければ OK です。火を止めます。これでハンバーグソースの完成です。あとはお皿に盛り付けたいと思います。はい、これでハンバーグの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はこのようにね、ソースをたっぷりかけて召し上がってください。では切りたいと思います。はい、このようにね、肉汁がたっぷりで美味しそうな仕上がりになってます。ハンバーグもね、ふっくらとした仕上がりです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ハンバーグはすっごく柔らかいですね。ではいただきます。ハンバーグがふわふわです。美味しい。お肉の肉汁も最高ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のハンバーグのポイントです。まずですね、肉ダネなんですが、一番最初にお砂糖を加えて、そしてしっかりこねてください。最初にお砂糖を入れていただくことで、しっかりね、お肉の中に砂糖のコクが加わって美味しい仕上がりになります。さらにですね、お砂糖には保水効果もありますので、お肉がふっくらと柔らかい仕上がりになります。
そして今回ですね、肉ダネの中にマヨネーズを少し加えてます。マヨネーズを加えていただくことでハンバーグがとてもふっくらと柔らかい仕上がりになります。マヨネーズの味はね、全然気にならないので、ぜひ入れて作ってみてください。そしてね、肉ダネを全部混ぜた後に一番最後にね、玉ねぎを加えるんですが、玉ねぎはね、切った後軽く加熱して、そしてしっかり冷ましてから肉ダネと合わせるようにしてください。そしてね、ハンバーグの形を作る時なんですが、まずはじめに空気をしっかり抜いてください。空気がね、含まれた状態だと焼いた時にね、ひび割れしやすくなるので注意していただけたらと思います。そしてあとはですね、焼く時にもう一度形を整えて、フライパンの上に置いたら真ん中をへこませて、そして焼くようにしてください。そして焼き方なんですが、まず両面を焼いていただいて、そして両面焼き終わったら蒸し焼きするようにしてください。あとは竹串を刺して肉汁がね、透明になってれば OK です。この焼き時間はね、ハンバーグの大きさによっても変わってくると思いますので調整してください。あとはハンバーグを取り出して、そのままのフライパンでソースを作って仕上げてください。今回はね、結構大きめのものを3つ作りましたが、こちらは小さめに作ってお弁当用にしていただいても OK です。あとですね、今回ハンバーグの中に隠し味で味噌も加えてます。味噌を加えるとコクが加わってすごく美味しくなります。今回私は合わせ味噌を使ってます。一番ベーシックでね、おすすめなのが合わせ味噌になります。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はハンバーグを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。